こんにちは。ボディバランス接骨院トレーニングルーム、上栗雅人です。今日もですね、いつも通り小川トレーナーと一緒に皆さんにお話を伝えます。お願いします。お願いします。はい、今までですね、皆さんにトレーニングの増量編についてお話ししていきました。この前はですね、下半身の増量のトレーニング、スクワットを中心とした発展の仕方についてお話ししました。皆さんにあとお伝えしたいのは、トレーニングのプログラムの立て方ですね。レジスタンストレーニングを始める上において、一番大事なこと、それはプログラミングの立て方ですね。トレーニングっていうのはですね、残心性の法則ですね、あと過負荷の法則、あとは特異性の法則ですね。この3つの法則をバランスよく埋め込んでいかないと、大抵プログラムの立て方が失敗します。一番よくあるのはですね、高校野球の場合、約2年間と、半年ぐらいですね、終わってしまいますけども、その時にストレングストレーニングの内容、レジスタンストレーニングの内容が変わらないでいってしまうチームって結構あるんですね。そうするとですね、体っていうのはすぐ慣れてしまいますから、トレーニングっていうのは頭打ちしてしまいます。するとほとんどトレーニング成果って出てきませんので、今日はですね、その頭打ちを防ぐための斬新性の法則について、ここについて皆さんに少し紹介しようと思います。お願いします。